はい。で、ただいま、我が家。ただいま、我が家。いや、こんなにね、生えていたかと。一応、なんだろうな、ラウンドアップっていうか、カソロンは撒いていったんだけどね。北海道行く前にね。だからまあまあ、さすが。まあ、夏は草伸びる時期だから、これしゃあないよな。ここボーボーだしね。でもね、ここが意外と生えてないんだわ。ここだけがね。多分、ものすごい、めちゃくちゃね、塩まいたでしょう。今年の4月ね。で、それの塩を一番ね、高濃度で撒いてんのがここなんだよね。だから多分、塩と思われる。ここが生えてないのは。で、カソロンとかも多分、効いたっちゃ効いたとは思うけど、あとラウンドアップはまあ、効かないよな。だから、一応聞いてはいたんだけど、効き目がもう一旦なくなったんだろうね。まあ、悪あがきというか、まあ、棒草だっけ。草が生えないように、砂利っていうかね、コンクリートは敷き詰めたつもりではあったけど、まあ、ここまで生えるよね。まあ、夏場のね、草の成長というか、それには、まあ、足りなかったっていうことだよね。だからまあ、あとはどうしようかな。まあ、隣に迷惑がかかってるわけでもなく、まあ、蜂の巣ができてないっていうのが一番ね、収穫かなって感じです。で、あとは、畳はすごい威力を発揮してるから、畳を敷いとけば全然、草は生えないんだなって感じ。でもね、ここら辺にもなかなかいい量のね、塩をまいたんだ。だから塩がすげえ濃いところには全然生えてないわ。塩のなんだろう、ムラがあるところにはこうやってちょっと根付いちゃってるよね。なかなかいい大きさの草がね。だから塩と、まあ、まず棒草と塩かな。そこがポイントかな。で、あさって雨降るから、その時にまあカソロンバーって撒けばいいわ。まあだいたい、フェリーが予約取れたんで、それでやってきます。なので、ちょっと即効性が欲しいから、カソロンよりかはちょっとラウンドアップばらまこうか。荷物下ろして、な感じですね。あと、納屋が蜂の巣作られてなければ OK かな。ここもなかなかいい量のカソロン撒いてったけど、いや、ダメだね。あ、でもやっぱりカソロンバラバラに撒いてたところは生えてないけど、やっぱりちょっと病気がちな葉っぱが、木があるけど、その成長スピードの方が勝ってたのかな。さて、蜂はいるのだろうか。やっぱ錆びちゃうよな。錆止めぶっかけていいかな。蚊ならいいんだ。作られてるね。ちょっと作られてるか。草刈り機の燃料、まああるから、ちょっとやるか。
あー、あるね。まあ、あるけど、ないね。で、あれが多分換気扇のところか。あそこにしこたま蜂の巣作られたんだな。まあ、後で見ない。まあ、蜂よけを置いといたから、羽の音はしないから、まあいいかな。あとは集中豪雨で、どうなったことやら。やっぱりここら辺もちょっとどかしてみないとわかんないよな。もう早くウッドデッキの大引きにね、こやつらを使って、ちょっとカーポート作ってみなけりゃわからないかな。はい。な感じで。まあ、ちょっと、草を除去しつつ、また出稼ぎ行きますか。はい。まあ、したためてあった滑走路も全部使っちゃおう、とりあえず。それなりに家が無事でよかったわ。あ、あとあれ。この塚は、おい。お前も、ここにいるか。えい。あ、これは、どうやら無事のようでござるね。もうちょい、これこっち来ねえか。こんな感じだな。よし。あとはちょっとカソロンと荷物の整理しようか。はいはい。